こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。貿易収支が年初から3ヶ月連続赤字で、貿易赤字が250億ドルを超え、金融危機以上の貿易赤字となった韓国ですが、ウォン安ドル高が止まらなく、ドルウォン為替レートが1350を突破したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。8月の貿易赤字が史上最高値を記録した影響で、前日下落したウォン、ドル為替レートが大きく動揺している。韓国経済を支える純輸出が脅かされ、リスク回避心理が拡大したためだ。米連邦準備制度フェド委員らが連日高浜と通貨緊縮宣言発言を出し、中国人民元の価値が下落することもドル高ウォン安に影響を与えている。ソウル外国為替市場でドルウォン相場は同日基準で前日比ドル高 1349.5 ウォンで取引されている。ウォンドルの為替レートは一時 1350.6 ウォンまで上がった。円固定8月31日1352.3 ウォンよりわずか 1.7 ウォン低い水準だ。前日 1337.6 ウォンに下落したウォンドル為替レートが1日ぶりに急騰傾向を見せるのは8月。貿易収支赤字が歴代最大値を記録し、危険回避心理が拡大しているためだ。韓国ウォンは米ドルと日本円など先進国通貨に比べて危険資産に分類される輸出額から輸入額を除いた貿易収支は94億7000万ドルの赤字だ。今年1月の貿易赤字49億ドルを超え、貿易統計を取り始めて以来史上最大の赤字となった。貿易収支が5ヶ月連続赤字を記録するのは2008年のグローバル金融危機以来14年ぶりのことだ。貿易収支が赤字を記録したからといって実際に韓国からドルが流出するわけではない。貿易収支は関税線を通過するかどうかを基準に集計するため、海外で韓国企業が生産して販売する加工貿易と、海外で商品を購入し国内に持ち込まずに直接輸出する中継貿易が含まれないためだ。実際に外貨が経済活動を通じて流入または流出するかを判断するには、国家間財貨サービス取引、配当金支給受け取りなどを総合的に集計する経常収支がさらに適している。貿易収支が赤字を記録しているが、経常収支は年間黒字を記録するものとみられる。それではネットの反応です。ユン・ソギョル、国が滅びそうだ。政権だけ変わったのに全ての経済指標が下落不安な理由は何だろうか。誤った政権交代が根本原因だと判断されるが、左派政府だったら今頃マスコミは国が滅びたと書いていただろう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。